皆さんこんにちは、岡田克也です。ここは桑名総社春日神社さんです。桑名の中でも歴史の深い神社です。実は昨日ここでイベントが行われました。日本刀村正の写しを作るプロジェクトです。ここに村正がある理由については私のブログを詳しく読んでいただきたいと思いますが、素晴らしい村正があることが分かり、その写しを作るクラウドファンディングで寄付をしていただいたお金で始まりました。で、昨日はそのスタート、真っ赤に焼けた鉄の塊を打つその作業を私も参加をさせていただきました。大変光栄なことです。村正は日本刀として大変切れ味の鋭い実用刀として有名です。多くの人気を持っている日本刀ですけれども、桑名に住んで桑名で作っていた、その事実はあまり知られていないのは大変残念なことです。この一つのイベントをきっかけに桑名と村正がしっかり結びつけば素晴らしいというふうに思っています。この春日神社さんで先ほどおみくじを引きました。末吉です。小舟がにわかの嵐に遭うように、思いがけないことで災い起こる恐れがありますと書いてあります。信徒の結成も間近に、発言には十分気をつけて慎重に、災いが訪れないように注意したいと思います。